まさに今回この葛城資源というテーマ、大テーマがあるんだよね。日本遺産ですからね、はい、ちょっとでもそういう資源というものに触れたいなと思ってますので、ハイキングなんて軽いもんじゃなくて修行開始です。はい、何何今からヒゲ隊長にも滝行やってもらいます。いや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 、もうやります。やります。はい、はい、お願いします。どう？似合いすぎですね。ご苦労さん。似合いすぎじゃないですか。たまたま頭剃ったのが酵素した。坊主ですね。本当に。もうたまたまや。頭坊主した。めちゃくちゃ似合ってますね。仕上がってる。仕上がってます。では行きましょうかね。行きましょう。冷たい。じゃあもう通常のその通り準備に拝んで、あの先の方に上がってきますので、あまり方法から一回散歩第2巻で6本大事を熱を煩悩熱を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 自然に手を鼻の音響、増しているため、人のために木の一頭の音響になれば、声高なことを独自に立てまするや、肺炎の実践、我らの障害を常時説明保つ、彼は一日に独自に立てまするは、受け合い、受け合い、受け合い、という人を体にしてもなるし、はい。天症状、地症状、内部症状、六本症状、心症症状、あれですね、一番の上のはこう、あ、一番、あ、一番上、一番上、一番上、はい、大丈夫だね。待つ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 、背中にね、空気を入れる呪文をかけるので、はい、合掌してもらって、合掌してもらって、名前と年と願い事を声出してお先に向かって、はい、名前と年と願い事ね、はい、行きますよ、はい、どうぞ、はい、ランバンバン、うん、正しい、ガッチンの音をさ、最近に出る、ブロン、サッ、ブレイッ、シュッ、受け、シュッ、受け、流れんとこから、流れんとこから、そこ洗って、はいはい、そこ回る、もう一回もう一回、そこそこ座る、その上に座る、そこそこそこに座る、座って、はい、あのね、ロープを肩にかける、あのね、合掌、いくよ、はい、僕たちはまた半夜あなたは死ぬよ、おっ、何で言えばいい、何で言えばいい、何で言えばいい、はい、はい、
お疲れ様でした。いやいや、お疲れ様でした。ちょっと、ね、顔つき変わってない。いやもう全然もう、ね、すっきりしてる表情になってますね。もう一回やろうかな。いやいやいや、完全に抜けてますね。いや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 、いやすごい、お疲れ様でした。思ったより長かったね。いやめちゃくちゃ。どうでした。いや正直さ、なんかな、大人になってなんか真面目になることでいつもふざけてるやん。はいはい、確かに何十年ぶりぐらいに真面目になって。でも、まあ、辛いよね、寒いの。いやいや、今の時期はやばい、やばいと思う。なんか、あ、久しぶりマジで我慢しようといういい機会をもらった。よかったです。なんか、まあ後でちょっと一回着替えていい。あ、もうどうぞどうぞ。ちょっと寒い。あ、着替えてください。いいか、じゃあ。でもなんか日焼けてんじゃなくて結構いいですね、なんかね、こういうちゃんと向き合うみたいな。そうね、めったに なかったんで、まあ、ちょっとね、なんかいろんなものがね、落ちてますけど、すごいすっきりしました。逆にこう寒い時の方がいいですね。夏とかだったら気持ちいいだけやんか。確かに確かに。辛い中で意味があるのかなと思ってね。はい、本当ありがとうございます。お疲れ様でした。あれなんか、あ、すごい、もうなんか、いや、滝行が終わり、はい、身を清め、で今ごま行ですかね、はい、をされてるんですけども、いや、なんかちょっとこう面白いバラエティ的な滝行ドッキリみたいな、はいはい、そういうのをイメージしてたんですけども、はいはいはい、これはですね、自分も興味のあった修験っていうものをこうあっと、自分も山岳信仰とかそういうのは昔からそういう思いだったんですけれど、はいはい、今回ちょっとそれに触れてよりちゃんと学ぼうとかですね、うん、先人に、これからもそういうなんか自然崇拝みたいなのは自分の中で非常に大事にしていきたいと。ヒゲチャンネルらしからぬ、すごい真面目に今やっぱ滝行やって変わりました。なんかね、あんまりそういうのベタで嫌なんだけど、考えることあるよね、うん、全然ふざけないから。そう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 。なんかこう笑いとかを考えてたのが、なんかこのやってる人たちの本気に触れ、うん、いや、これは茶化しちゃダメだ。でちょっと真面目にやってみようって自分でスイッチを入れてみたら、はいはい、ことのほか辛いけど、うん、なんか辛さがどん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 こう違うものに変わっていったっていうのもあるんで、ぜひね、これは、うん、ネタとかじゃなくて意外とこう滝行とか辛い苦行、なんか大人にこそ必要なんだろうなっていう。おお、めちゃめちゃ真面目じゃないですか。ほんまにそう感じたんですよ。だから縁の行者とかそういう、まあ、ここで葛城修験っていうのを
どっちかっていうとアウトドアみたいなね目線でこっちに来させてもらったんだけども、今は自分の中で修験、めちゃめちゃ体精神に入っていってるのが分かるんですねちょっと確かなんかもともと修験みたいな風貌ですもんね。そう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 、いでたちはもうネタ的にね坊主にしたりとか、はいはい、白装束が似合うだろうみたいな自信はあったんだけども、精神的にはまだまだ、いやなのでこれからいい機会もらった50を迎えるのにね、だからまた引き続きですね、今ごま行されてるんでぜひ付き合わせていただいて、で下山しましょうか。はいはい、それでは、あ、そうか、バカ山旅終わりましたね。そうだね。いやね、最初苫ヶ島行って、でたった20分そうですね、であのね船で島行って、で虎島は行けなかったけど、予想外のあの砲台の良さと、あとあれ何山だったっけな、鷹の巣山ですね。鷹の巣山非常に良かったね。でその後はねサクッと登れる低山って言ったら、で言って、まあ、2つ高森山四国山行って、予想外の眺望の良さとか地元の人の愛を感じて、いやすごい良かったですね。ねすごい。でまさかの滝行、はい、そしてごま行、ごま滝、そうですね、あごま滝、ちょっと修験者に近づけた気がしましたよ。やっぱあの坊主に白装束最高でしたね。あれはちょっと狙ってね、まあ下心あってやったんだけども、そういう見た目じゃないよ。ああそう、もう気持ちが近づけた気がして。でまだね実は、はい、もうすぐ50を迎える。ああそう、50を迎える前にこういういい経験をさせてもらって、ちょっと来年、はい、50代非常に楽しみですね。あとこの和歌山の夕日を見てください本当綺麗ですよね。優しいよね。うんうんうん、うん、なんかね自分屋久島とか南の島にいると夕日ってこう強烈なイメージなんだけども、すごく柔らかい夕日だから、こう山とか、はい、こうなんかこの和歌山の人とか山海なんか全部あの夕日の色に柔らかいなあったかいなみたいな感じありつつ、うんうんうん、けどそうやって昔ながらの修験とかそういう山伏とかね人とも触れ合えて非常に内容の濃い旅だったんじゃないでしょうか、うん、ぜひ皆さんそのアウトドアでもいいし文化でもいいし、そういうね修験道みたいな歴史、いろんな場面に触れ合える、うん、いい和歌山旅でした。今回こう B 面のヒゲチャンネルですけども、 A 面の方ちゃんとね、ちゃんとした方ちゃんとした方これもちゃんとしてるわ、あおかこういう、まあそっちの場合は今度は映像美、自然美、あと修験とかに非常にこだわった作りになってるでしょ。そうですね、あの記事とかももう出てるはずなので、あ記事ももう出てる、はい、だからそういうのも合わせて山っぷはちょっとカツラギ応援してますので、はい、だから和歌山、僕もね和歌山大好きなんでね、ぜひこの和歌山っていうのを盛り上げていければなと思います。今回はこの夕日とともにお疲れさん。